2024年、韓国経済は危機を迎えてるわ。この動画はその経緯をリアルタイムで、特集していくわよ。解説や分析は韓国経済を、16年前から見とっている専門家の、ジンボルトにお任せよ。応援とチャンネル登録、メンバーシップへの参加もよろしくだぜ。特にチャンネル登録がモチベージに重要だから、視聴して気に入ったらどんどん登録してくれよな。1日10人が目標だぜ。それでは、タイトルを読むわよ。韓国、2500ドルが、8000ドルに、高騰する海運運賃に空の、道も揺れる。では、記事のツッコミを読むわよ。韓国、これは別に韓国に、限った話ではないのだが、イスラエル、ハマス戦争が、勃発して、公海地域の紛争が始まった。例のイエメンの新イラン武装組織フーシ派によるものだ。彼らはハマスとの連帯を表明。公海で民間船を襲い始めた。彼らに対して米国などが軍隊を出して鎮圧に乗り出しているのだが、残念ながらそれでも紛争が収まる気配がない。しかも、彼らは米国に敵対するロシアの船は襲わないと宣言。公海で大事なスエズ運河ルートが危なくて使えなくなり、船会社は希望砲ルートを迂回するようになった。そして、海上運賃が爆上げ状態となっている。まずはこの最新情報を見ておこうか。イエメンの新イラン武装組織フーシ派による公海周辺での商船への攻撃が激化している。12、13日には相次いで商船に被害を与え、いずれも航行不能にさせた。米軍はフーシ派のレーダー施設などに攻撃を加えているが、攻撃は衰える気配はない。ロイター通信などによると、フーシ派は12日、航海を航行していたギリシャの石炭運搬船リベリア船籍にミサイルや無人機で攻撃を実施。機関室が損傷して航行不能となった。フィリピン人の乗組員22人のうち21人は退避したが、1人は機関室にいたとみられ、行方不明になった。さらにフーシ派は、13日、アデン湾と公海で計3隻の商船を標的にミサイルなどを発射。このうちアデン湾を航行していたウクライナの貨物船パラオ船籍が、被弾して炎上した。米海軍の関連機関は15日、この船が炎上を続けており、沈みつつあると明らかにした。乗組員は全員退避したが、1人は重傷を負った。一方、米中央軍は15日、過去24時間に風刺派の無人機など3機を迎撃したほか、イエメン国内にあるレーダー施設7カ所を破壊したと発表した。米軍はこれまでもイエメン国内に空爆を繰り返しているが、風刺派の攻撃を抑止できていない状況だ。風刺派はパレスチナ自治区ガザ地区のイスラム組織ハマスに連帯を表明し、昨年11月から公海などで商船への攻撃を開始。これまでに日本郵船がチャーターして運航する自動車運搬船を拿捕したほか、貨物船1隻を沈没させた。船員3人も死亡している。ニュースは以上。こちらは物流関連の話題が好きなので、この手の話は韓国経済を抜きでもチェックしているのだが、本当、終わらないよな。最初は風刺派が民間船を攻撃したから、米国の海軍が出てきたのでそのうち、制圧されて攻撃が止むだろうと思っていた。しかし、昨年の11月から、もう半年以上も経過しても、抵抗が全く衰えない。しかも、民間船の被害は増えるばかり。亡くなられた船員にはお悔やみ申し上げるが、さすがにこの海域を、通るのは明らかにリスクが、高いってことだ。希望砲ルートで回る商船が、増えるのは当然だ。しかも、海上運賃を引き上げてるのはこれだけではない。ここに中国の過剰輸出が、加わる。G7 の話題にもなった。これを見ておこう。ファサーの時事、先進7カ国首脳会議 G7 サミットは14日、
経済安全保障問題について、討議した。各国は、巨額の補助金を投じて、電気自動車 EV や半導体を、過剰に生産、輸出する中国を強く、警戒。こうした過剰生産や市場を歪める行為、経済的威圧に連携して、対処していくことで一致した。重要物資の供給網強化にも、取り組む。首脳声明では、半導体材料など重要鉱物の輸出制限を続ける中国への強い懸念も示す。ロイター通信によると、声明案では中国に対し重要鉱物の輸出規制を行わないよう求めると明記。非市場的な政策と慣行を懸念するとも強調している。中国の EV 生産、輸出台数は2021年以降、加速度的に増えている。中国自動車工業協会によると、23年に新車全体の輸出台数は、EV が牽引役となって、491万台に急増。日本を抜いて世界首位に立った。G7 は昨年の広島サミットで、中国などとのデカップリング分断が、深刻化するのを避けるため、特定国への依存度を下げるデリスキングを、目指すことで一致。供給網の多様化によって、経済安保上のリスクを軽減する姿勢を明確にしたが、選挙イヤーを迎えた米欧は、分断を助長しかねない保護主義の、色合いが濃い政策を打ち出している。欧州連合 EU 欧州委員会は12日、G7 サミット開幕直前のタイミングを、見計らったかのように中国、製 EV に追加関税を、課す方針を公表した。5月には米国が対中制裁関税の引き上げを決めた。サミット前にバイデン米大統領と会談したフランスのマクロン大統領は、我々は協調して行動しなければならないと述べ、中国への懸念をあらわにした。日本は広島での合意に沿って、今年5月に EU との間で重要物資に関し、価格だけに注目しない透明で、持続可能な供給網づくりで一致した。米中が半導体などの輸出規制でも欧州を続ける中、デリスキングの考え方を堅持し、中国との対立を深める行為を牽制する関係筋、狙いがあったとみられる。国際通貨基金 IMF も分断化の進行など意図しない副作用を防ぎ、世界貿易機関 WTO のルールと整合性を維持することの重要性を指摘する。だが、経済的威圧を強める中国に対する G7 の懸念は根強く、デカップリングへの回帰が強まっている。ニュースは以上。日本政府は中国のデフレ輸出に対して追加関税を課す方針は見送ったが、欧米は被害が甚大ということで動いている。しかも、ここに来てフランスでは保守が、瓦解の危機となり、極右台頭という大きな動きがあり、割と日経にも影響を及ぼした。その中心となっているのが、ルペン氏が率いる極右で、国民連合の台頭である。フランスは17日から、公式選挙期間に入っている。30日の第1回投票で、過半数を得票した候補がいない場合、上位に候補が、7月7日の決選投票に進むそうだ。もし、決選投票となれば、ちょうど七夕の日にフランスの運命が決定する。そして極右の国民連合は移民規制を打ち出している。つまり、これも移民問題に直結するのだ。極右政党が誕生したら、移民問題だけではなく中国に対してどう動くのか。移民問題やインフレ、フランスの内情というのは日本で生活していればあまり伝わってこないが、フランスの失業率は 7% と高い。特に若者の失業率は 18% と高い。若者の失業率が高いのは移民のせい。移民が仕事を奪った。そもそも移民とは文化の衝突が激しい。これらの不満を極右が吸い込んで、勢力を拡大させた。さらにグローバル競争の拡大も中産階級を
脱落させていった。このような背景もあり、フランスの極右の人気が高まっていったと。まあ、選挙結果次第で欧州の運命が大きく変化するかもしれない。極右ならフランスが EU 脱退とかもあるかもしれないからな。もちろん、中国との付き合いも変われば中国、政敗所にも動くだろう。このような時事情勢が裏にあり、ここにもう一つ問題がある。まだあるのかよ、と思うかもしれないが、実はもう一つの重要な運河、パナマ運河で日照りが起きていて、深刻な水不足が発生している。つまり、通れる船の数が制限されているのだ。パナマ運河は船を一隻通過させるのに、1億9000万リットルの水を、使うそうだ。さすがにそんな大量の水がいるなら船の、数も制限もするよな。詳しく見てきたが、もう、海上運賃が上がる理由しかないという。さらに海上運賃が上がれば、当然、代わりとなる航空運賃だって、上がるのだ。米国のキングドルでアメリカ人の、輸入が爆増している。高いドルで他国の商品を、買い漁ると、それを米国本土に届けるための、海上運賃は爆上がり。ドルが強ければ強いほど消費者は輸入品を、購入するのは当然だ。そこに中国のデフレ輸出が加わると。では、記事を引用しよう。マリサ、あとはお願い。おう、どんどん読むぜ。米国に自動車部品を輸出する A 社は最近海運運賃上昇で厳しい状況に置かれている。今年は初めには米州東部海岸路線のコンテナ用船運賃が1FEU12 メートルコンテナあたり2500ドル水準だったが、最近では8000ドルまで高騰しているからだ。基本運賃がすでに3倍以上上がったが、それでも数がなく追加金を払わなくてはコンテナ空間を確保できないという。 A 社関係者はプレミアムを超える料金までついた。1万ドルでもスペース確保が厳しい。米国に送らなければならない物量の 30% 程度を遅れずにいると話した。海運市場に思いがけない好況が続いて運賃が急騰すると輸出企業が苦しい状況に陥っている。ここに最近中国が対中貿易制裁を念頭に置いて物流量を増やしており、世界的に海運運賃が追加上昇するのではとの懸念も出ている。海運業界によると、コンテナ船運賃状況を示す上海コンテナ運賃指数 SCFI は14日基準 3379.22 ポイントを記録した。前週より 194.35 ポイント上昇した。3月29日から10週連続の上昇だ。コロナ禍以降先月31日に初めて3000を超えてから、さらに2回運賃が上がった。中国発の物量が急増、海運運賃の高止まりが続くのは、公海地域の紛争とパナマ運河の日照りの2大運河の問題が容易に解決できないためだ。最近では中国発の北米向け駆け込み輸出まで増え、運賃上昇を煽っている。中国は自国に対する貿易制裁が強まる状況に備え、米国とメキシコ、カナダへの貨物量を増やしており、米州、南米路線の運賃も急激に上がっている。米国が8月から中国製電気自動車、バッテリー、半導体、太陽光パネルなどに対する関税を既存の 25% から最高 100% まで引き上げると予告し、中国企業は米国の制裁を回避するためメキシコやカナダに貨物を送っている。19日基準で米州東岸路線は 1FEU あたり7447ドルで、前週より241ドル上がった。米州西岸路線は 1FEU あたり6209ドルで、41ドル上昇した。南米路線は 1FEU あたり7936ドルで、1週間に528ドル上がった。韓国国際物流協会のイム・テク・キュ理事は、航海情勢の長期化に加え、
中国の駆け込み需要が当分続くものとみられる。今恩恵を得ている世界的海運会社も高い価格を維持するために船舶量を制限することを考慮すれば年末までは運賃の高止まりが続くだろうと話した。海運運賃上がると航空運賃も揺れる。最近では航空運賃も上がっている。海運運賃上昇に伴う風船効果だ。船舶がスエズ運河の代わりに南アフリカの希望法を迂回して運航距離と時間が増えると急ぎの輸出が航空貨物にシフトしてきた。世界的航空貨物運賃指数を発表する香港 TAC インデックスによると毎週発表されるバルティック航空運賃指数 BAI は17日基準で 2144.00 を記録した。前週比35ポイント 1.7% 上がり年年初来高値を更新した。年初来安値を記録した2月26日の 1787.00 と比較すると 20% 近く上昇した。中国発の電子商取引も航空運賃上昇を煽ってている。中国を出発しインチョン空港を経由して米国へ向かう貨物だ。国土交通部航空情報ポータルシステムによると、1から5月に韓国系航空会社11社が運送した国際貨物は154,436トンで、前年同期比 17.2% 増えた。集計を始めた2009年以降で最大値だ。物流業界関係者は運賃上昇が固定化し物流費用が増加すれば輸出企業の利益が減る。小額の海外個人輸入商品にも物流費用が転嫁され消費者の負担が大きくなりかねない状況と話した。ニュースは以上。韓国の海運会社は儲かるかもしれないが、他の輸出企業は軒並み海上運賃が上がっていくので死ぬことになる。当然、海上運賃の値上げは製品価格に転嫁されていく。輸入物価高騰にもつながる。海上運賃だけではなく、航空運賃も値上げ。つまり、韓国企業も庶民もどんどん苦しんでいく。海運運賃の高止まりが続くのは、公海地域の紛争とパナマ運河の、日照りの二大運河の、問題が容易に解決できないためだ。最近では中国発の北米向け駆け込み輸出まで、増え運賃上昇を煽っている。中国は自国に対する貿易制裁が、強まる状況に備え米国と、メキシコ、カナダへの貨物量を、増やしており、米州、南米路線の、運賃も急激に上がっている。米国が8月から中国製電気自動車、バッテリー、半導体、太陽光パネルなどに対する関税を既存の 25% から最高 100% まで引き上げると予告し、中国企業は米国の制裁を回避するためメキシコやカナダに貨物を送っている。中国の過剰輸出は各国の産業を壊しかねない。もっと言えば、中国依存は大変危険である。すでに鉱物とかでもそうだが、中国のさじ加減次第で輸入規制されるためだ。韓国では中華製アプリで個人輸入が爆増しているが、海上運賃の値上げで、その商品の値段も引き上げられるだろう。それでもハイパーインフレが起きている韓国内で、買うより断然安いんだろうな。偽物 97% ですけどね。ニュースは以上。霊夢、韓国さんがますますピンチじゃないか。輸入物価も上がればインフレがますます加速するわ。ただで最後に安なのに。まあ、世界的な流れだし、どうしようもないわね。ほら、運が悪かったとしか。といったところで今回はおしまい。ご視聴ありがとうございます。次の動画も見てくださいね。チャンネル登録よろしくだぜ。それでは次回。バイバイ。